らっしゃいませ。こちらへどうぞ。いらっしゃいませ。クイーンデキムへようこそ。どうぞこちらへおかけください。どうも。どうも。お飲み物は何になさいますか？じゃあ同じものを。かしこまりました。ああ、それとタバコありますか？これでよければ。どうぞ。ああどうも、すまんね。さて、お二人が揃いましたので、質問をさせていただきます。ここに来た時のことを覚えていらっしゃいますか？え？確か、昨日は会社から彼女の家に行って…そこまでは記憶にあるけど…結構です。ありがとうございます。いかがでしょうか？わしは確か…いつもと同じように縁側でビールを飲んで。その先はよく覚えとらんな。寝てしまったのかもわからん。ありがとうございます。ではこれよりお二人の置かれている状況をご説明させていただきます。一つ、まずここがどこなのかという問いにはお答えできません。二つ、これよりお二人にはゲームをしていただきます。は？ゲーム？三つ、ゲームの内容はルーレットで決めていただきます。ルーレット？ちょっと待ってくれあんたら。おっかっ、あっ、こちらが開始ボタンになります。これルーレットじゃねえだろ。4つ。そしてゲームは命を懸けて行っていただきます。はあ？ちょっと待ってよ。なんで俺たちがそんなことすんの？ねえおじいさん。5つ。なおゲームが終わるまで当店から出ることはできません。え？どうなってんだ。なあ、あんた！本当に出口がねえ。どうなってんだ？携帯。何なんだこれは！ゲームに負けた場合は、ただ命を懸けてとしか申し上げられません。勝った場合も？はい、お答えできません。ただどちらにせよゲーム後はここから出ることができます。ゲームをしないままでいる場合は？あまりお勧めしませんが。どうぞご覧ください。これは死体？こんなことが。6つ。ゲームを受けるか否か、あと1時間以内に。ルーレット回りました。おじいさん、ダメだよ勝手に回しちゃ。
ここから出られないのは確かなようじゃし、今はあの人たちの言う通りにするしかなかろう。ゲームはビリヤードに決定いたしました。なんだこりゃ。ゲームは8ボールで戦っていただきます。ただし各々のボールには数字は明記されておらず、その代わりお二人の体の器官を模した図柄が埋め込んであります。気持ち悪い。この体の部位は表示されているだけであって、たとえ心臓を落とされても命が奪われることはありません。順々に対戦相手の器官を落としていって、最後に8ボールを落とした方の勝利となります。以上で説明は終わります。ブレイクボールはどちらがなさいますか。俺がやる。一つ伝え忘れましたが、その図柄はお二人の心拍数や血圧、さらにその状態とも連動させています。ゲームを盛り上げるための演出だと理解してください。それではゲームを始めましょう。学生時代さ、毎日のようにビリヤード場に通ったよ。ああ。やけにビリヤードが上手な女でね、どうしてもものにしたかった。必死に練習したよ。なるほど。最近その彼女と喧嘩しちゃってね、ここから出て謝りたいんだ。だから悪いけど、遠慮はしない。あれ？お、結構うまいね。おじいさん経験者？だいぶ昔な。俺の弾はいくつ残って、たった2つ。ぬか漬けは好きか。うちのばあさんの漬物はな、ビールにもウイスキーにも合う優れもんでな、人生の最後にあれを食べて死ぬ、そう決めておるんじゃ。え？わからんか。だからわしも同じなんじゃ。遠慮なぞせんぞ。いや、やめてくれ。やめろ。やめろよ。やめろ。
この体の部位は表示されているだけであって、たとえ心臓を落としても命を奪われることはありません。信じられるものなんてそんなにない。人間なんてそんなもんだ。結局自分が一番大事で、それ以外はおざなりだ。言葉の拙さにかまけてごまかし、欺いて生きていく。その図柄はお二人の心拍数や血圧、さらにその状態とも連動させています。あの言葉が本当だというなら、弾が落とされるごとに感じる違和感は何だ。しかしおじいさんにはそんな素振りがない。ただ確実なのは、今度俺がミスをすれば全て落とされてしまうということだけだ。この状況からして、狙うべきは本来口か目だが、脳と心臓だけはどちらも落とされていない。試してみる価値はある。もし本当に臓器と連動しているとすれば、おじいさんは仕方ない、仕方ないんだ。集中しろ。頭にイメージを描くのが大事なんだ。弾は自然とついてくる。この位置からはこの形しかない。確実に、正確に。しまった、何やってんだ俺は。あれじゃ確実に入る。勘弁してくれ。俺はまだ30なんだ、死にたくない。違う、俺は勝負に負けても死ぬとは言われてないんじゃが。そうか。なあ、あんた教えてくれ、頼む。負けたらどうなるんだ、死ぬのか、あの部屋へ連れて行かれるのか。ただ命を懸けて勝負をしていただきたい。私から申し上げられるのはそれだけでございます。ふざけるな、不公平じゃないか。どう見たってあのじいさんの方がうまい。俺では勝てないが分かりきってる。あんただってそう思うだろう。じいさん、お願いや、一緒に説得してくれないか。こんな勝負に何の意味がある。なんとか言え。生きることは常に不公平なことです。あなた様もそれはよくご存知でしょう。すまん。ああ、もうおしまいだ。殺されるなら、殺されるくらいなら。
おい、じいさん、じいさん、おい、なって、嘘だろ、殺した、殺した、俺が殺したんだ、もう終わりだ、もう、じいさんは死んだ。この場合はどうなる？まだ勝負は終わっていません。最後にエイトボールを落とした方の勝利となります。最初に提示した条件の中で、私は暴力は禁止しておりません。勝負はまだ続行していただいて構いません。構いませんって、俺が殺したんだ。あんた見てなかったのか、俺が殺したんだよ。ですからエイトボールを。黙れ！俺が悪いんじゃない、仕方なかったんだ。あの状況なら負ければ殺されると誰でも思う。殺されるくらいなら殺すしかない、誰だってそう思う。だから俺は悪くない。おめでとうございます。この勝負はあなた様の勝利です。それではゲームが終了しましたので、お二人ともこちらへお越しください。ありがとう。いやだ、久しぶりにビリヤードで体を動かせて楽しかった。お主に殴られてようやく思い出した。わしはここ数年間ずっと寝たきりじゃった。人生の最後にお主と勝負はできて本当に楽しかった。ありがとう。基本的に人間は死後天国か地獄へ送られることになっています。もちろん例外も数多くございます。そして同時刻に亡くなった方のみここへお招きする決まりがあるのです。私は最低者なのです。その判別のためにこのゲームは行われました。黙っていて申し訳ありませんでした。あ、判別だと？はい。そんな、嘘だろ。どっちなんだ、どっちがどっちなんだよ。それはお答えできません。ふざけるな。くそ、最初から決まっていたんだろうが。何がでしょうか。俺が地獄へ行くことがだよ。いいえ、それはありません。ここに来た時点でお二人は平等なのです。最初からビリヤードでゲームをしていただくことは決まっていました。そして本来の実力ならおじいさんが勝利するであろうことも。だから決まってるじゃないか。あなた様はゲームに勝利しています。ご自身で運命を変えられたのです。あとはエレベーターに乗っていただければ自然と結果が分かるようになっています。やめろ、やめろ、やだ、地獄はやだ。離せ、くそ、離せ。
嘘だ。ここに来た時点で平等だなんて、そんなの嘘だ。あんたは最後まで嘘をつくのか。俺はもう死を受け入れた、受け入れた人間に嘘をつくのか。バカにするのもいい加減にしろ。生きて生まれる国、時代、親、場所、さまざまなもので人間は初めから平等ではない。そんなものはあんたに言われなくても分かってる。それでも生きてんだ。そうして社会と人とつながって、つながっていってここにいるのがその結果だ。ここに来た時点で平等だなんて誰がどうして言える。誰がどうして言える。どうせ、どうせお前らは生きてないんだろう。生きてる人間をバカにするな。おっしゃる通り、私には生きた経験がございません。ですが、あなた様がおっしゃっている意味はよくわかります。本当にお疲れ様でした。それでは、行ってらっしゃいませ。あ、そうそう、最後の言葉よかったね。そうですね、あれが彼の生きてきた証なのだと思います。生きてきた証か。あ、ねえビリヤード、私とやってみない？なぜですか？なんとなく何かわかるかもだし。そんな時間はありません。もうすぐ次のお客様がいらっしゃいます。お出迎えお願いします。はいはい。あ、そういえばおじいちゃん、なんて言ったの最後に。秘密です。それじゃあどっちがどっちに言ったの？どう思いますか？わかんないから聞いてんの。それも秘密です。ケチだな本当。いらっしゃいませ。え、こちらへどうぞ。何？いらっしゃいませ、クイーンデキムへようこそ。